はい、本当にね、うん、この空気でフェスカフェラジオも進んでるよね。そうなんです。あ、フェスカフェラジオ今月も30枚に増やしましたが、見事完売しました。ありがとうございます。ね、まだ足りない、まだ足りないと増やして、あ、まだ2枚あるんですっていうのが続いて、これ売れなかったらかっこ悪いなと思っていたんですが、よかったですね。無事に手に入れられなかった人はごめんなさい、ごめんなさい。また来月ね、楽しみにしていただけたらと思いますですね。じゃあ行きますか。行きますか。はい、曲名、あ、そう、な、何やるんですか今日。何やるんですか今日。あ、俺、はい、ですね、先月もこちらアンケート取ったんですけれども、生き物ばかりさんのありがとうという楽曲を、3人で演奏したいと思います。名曲、名曲、感謝の気持ちがね、皆さんに対するね。そうですね、ありがとう。母の日もあったことですし、これから父の日もあることですし、です、ね、確かに。ありがとう。大丈夫、この空気感で大丈夫ですか。いや、熱中しちゃってないから大丈夫か。ありがとう。じゃあ、岡本さん、曲名、はい、曲タイトルからのピアノお願いします。わかりました。それでは、聴いてください。生き物係さんのありがとう。描かれた未来をまだ書き出していくんだ。
喜びも悲しみも分かち合えるように、幸せをあなたと見つけてたら、ありふれたことさえ輝きも抱くよ、ほらその声に寄り添ってく、切りましたね、はい、6月14日何曜日でしょうか。土曜日社長に頼りきり土曜日、はい、土曜日ですね、はい、6月14日土曜日、はい、晴れていればここ同じ場所、雨でもやります。雨だった場合は下の、JR さんの出口、出口の、モディ前で、あ、そうですね、モディでやります。そして、お知らせは、お知らせは5月31日土曜日、トツカツ、そして 6枚目のシングルダブルリリースのワンマンライブをサクラプラザホールでやります。400人集めることを目指して、おりますので、現在います328になりました、さっき。そうで、はい、切りましたね。お、328、もう今日行っちゃうかもね、ほわ、もう行っちゃうよこれ時間の問題だね本当に皆さんに感謝の気持ちでいっぱいなので、それをねライブで恩返しできたらなと思いますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ななこさんは、私はですね、この後もちょっと富士山の方にライブ7時くらいから10時くらいまで行こうかなと思ってるんですけど、ちょっとずれたらごめんなさい、50日間で CD1000 枚お届け挑戦というものを、しております。今日が40日目、あと10日となりました。多分、まあ、梅雨に入ってくるので、ちょっとね雨とかでもできない日もあるかもしれませんが、一応6月の後半ぐらいにはこの挑戦50日目を迎えたいなと思っております。756まで行きました。すごいね、頑張ります。1000まではまだまだですが、頑張って、支えてくれた皆さんに1000枚行ったよって言いたいんで、頑張りたいと思いますので、ぜひ CD 買ってください。ぜひ。いやさらしい、いやさらしい感じになっちゃったね。いやさらしいってなんだろうね。いやらしい感じ。いやさらしいです。はい。です。国田君ありますか？はい。7月の11日の金曜日なんですけれども、僕もセカンドシングルのレコ発ワンマンバースデーライブが、神岡のひまわりの里というところで行われます。限定30名となってます。予約チケット予約受け付けてますので、ぜひ気軽に声をかけてください。
明日からチケット持っていきます。あの予約は名前だけで大丈夫です。よろしくお願いします。これちょっと順番を間違えたかもしれない。この2人やってからガホちゃんに締めてもらったら僕よかったから。ごめんね。いや最高の締めでしたもんね。もう締まってないけどね。はい、それぞれいろいろ、あ、そうよ、あ、いや、はい、そうですね。もう陽光台、そう陽光台、そう陽光台は私も CD、 ごめんなさい、なんか閉まんなくて、あの発売があってですね、来週土曜日ですね、はい、陽光台という駅でお祭りがあるんです。それをお祭りやらせていただきます。森下邦太くんも出ますので、はい、ぜひあのかほちゃんのクロスストリートのライブを 見ると間に合わないかもしれないけど、なんとかうまく分裂してきてください。よろしくお願いします。分裂してうまくね、分裂して元に戻れるぐらいでお願いします。すごい、ごめんなさい、締めていただくはい、もう一回言ってもいいですか。じゃあ5月31日はあの私いつもピアノと歌だけでこういうスタイルであのやることが多いんですけれども、私を入れて11名の総勢豪華豪華どうしよう、ほっときましょう。あの本当に豪華なステージになると思います。ここで今日 BA をいじってくれてたジョジョさんもあのギターを弾いてくれます。イエイ。ジョジョの赤い魂が見れると。すいません、ごめんなさい。それで今までね、入ったことのない楽器も入るので、あの私もまだまだ未熟ですけれども、皆さんみんなで一緒にあの楽しいステージを皆さんにお届けしたいと思いますので、ちなみにグランドピアノです。そうなんですって、すごいいいピアノなんですって。そうなのでね、おすすめです。来ないと損だと思います。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。そこで打ってます。よろしくお願いします。ではディストルフェスカフェボリューム、あ、これごめんね、言ってないの、26って言ってください。ディストルフェスカフェボリューム26、これにて終わります。ありがとうございました。